マービカ様の計画は時間がかかるし、不確定要素が多すぎる。だからずっと不安だったの。うちらに全部話すわけにはいかなかったんだろうけど、神の心の力を使えばこの状況を緩和できる。ただ大きな代償が伴うってマービカは言ってたんだね。これは命運の主の人が使う助けを求めるサインなの。あの子やっぱり脅されてたのよ。やってくれるよマービカ。こんなたくさんの難題をいっぺんに押し付けてくるなんて。じゃあ行くよ。どよめく神格、火炎を刻め。コメを完成させるために彼女が行く場所はあそこしかない。旅人の魂はこちらの制御下にあるが、かなり脆くなっている。正面衝突が避けられなくなったら私が隊長の足止めをする。もしエンジンのマービカが絶対に教えない情報を知ればお前も俺の提案を前向きに考えたくなるかもしれない。彼女の代わりに実行する必要がある。今すぐにだ。ヤガミとルールの庇護を失ったこの地がいつまで存続できる。一日でも二日でも代償などよりも命の継続こそが重要。引け、恐れずにかかれ。中は代償として死を払わなければならない。そしてそれに釣り合うのはマービカ様の死だけなの。私はただあの子にもう一度会おうと。僕は君より先に消えたりしないし、運命を受け入れるつもりもない。もしあの時に戻れたならば、どんな手段を使ってでも皆を助けるだろう。マービカ、お前も似たような経験をした。俺の言